ははいこんばんば文文文具具具王王です王の文具深夜便今日はこんなお話です、はいえー、今日は2つお話があります。1つはねまああのまたガチャの話なんで文房具ガチャ随分昔に引いたやつなんですけれどもまあ、これとりあえず置いといて。はいでもう1個、えー、こっちがですねまあ本題というかあれですけれども随分タイミングを外してる感はありますけれども、えー、まあ、例のねあの国際的な大運動会のお話ですけれども ああのー、まあ、今ね、えー、オリンピック終わって次パラリンピックはこれからかなっていうことであれなんですけれども、えー、オリンピック文具に関してはですね去年かなあのー、もしかしたら幻になるかもしれないオリンピック文房具っていうことでですね、えー、まあ2020年に開催される予定だった2020って書いてある、えー、と文房具関係とかですねその時に買ってきてですね えー、紹介をしている動画がありますなんで、まあ、そっちを見ていただければというふうに思うんですけどあとねえっ、ー、とこの辺のね鉛筆とかですね、まあ、この、まあ、手帳とかはですね、まあ、あのこれもね前にやってますということなんで、まあ、今回はこのね、えー、色鉛筆がメインなんですけどまああの1964年ですねもう50何年も前の、えー、オリンピックの時のアイテムですね。で まああのこっちはねえと前にも紹介したのでまあ詳しくはあれですけれどもえ手帳でですねこれはパイロットが配ってた手帳ですねパイロットフェスティバル東京ってなっててオリンピックの手帳ですよということでまあオリンピックの開催のですねまあ概要がここに書かれていていつからいつまでどの競技をやってますよっていう日程表とですねえとその記録を書くようのですね ボロボロなんですけどこの記録を書く用のですねえっと枠になってますでえこれまでの大会のえっと記録とかが書かれていたりとかしてま金銀銅メダルがあのタイムを変えたりとかですね誰が取ったとかっていうのをまあメモっていく用のメモ帳なんですね。 まあオリンピック手帳ということで、オリンピック盛り上げと、まあ、そのね、記録を残すなら、パイロットの万年筆を使って残してほしいよということでですね、パイロットさんが作っていた手帳ですね。まあ、こんなものを持ってたりします。あとはですね、まあ鉛筆も出ていて、こんな感じになってます。これ、どこのだっけなえっと、1964年、東京って書いてあって、まあ、この軸のところに、すげえちっちゃい字でですね、あの、まあ、 えこれ陸上競技になってますけど陸上競技のえこれはこれまでの世界記録とかが書かれているんですね、まあ、今回のもではなくてえですねなのでえと過去の記録とかがこんなふうにちっちゃく書かれているようになっていてっていうことですねはいえっ、ー、とリボーンペンシルってリボン鉛筆っていう鉛筆やすあのメーカーですかねリボンペンシル HB っていうふうに書いてますでまあ えっとまあ5つの輪を表すのにえっとここですねこれ多分いやなんだけどこれ色を本当はもうちょっとこれ緑色だったんだろうな色が合わせちゃったんだろうなという感じですえっとまあ5色の輪っかを表すのに軸のところにこの塗装というかプリントでこのねえっと色が塗られていてまあこれあれですねこの こ,こっち向きにこ,これだとあのただのシマシマに見えますけれども一応こ,うこ,これが輪っかという体ですよね。なので輪が5つ並んでいいるよっっててう風ななデザインになってます、ねあのー、ドイツの,あのロットリングっていう会社がありますけれどもロットリングってあのシャーペンとかにもですね赤い輪っかがついてるわけですけども。 あれがですね、えっ、ー、とー、まあ、輪っかというか、あの横に島が入っているわけですけれども、それがですね、まあ、赤い輪っかのロットリング、赤い輪っていう会社で、まあ、やってますけれども、あんな感じですよね。これもまあ一応、こうこを見ると輪っかだよということですねっていうのがあって、まあ、こんなやつがあります。これもね、鉛筆の方はね、まだね、いろいろあったんですけど、今どこに行ったのかちょっとあれだったので、とりあえず。で 今回なんでこれ出してきたかっていうと、えっ、ー、と、降臨さんのね、色鉛筆がで、あの、まあ、出てきたっていうか前からあったんですけど、えー、やんなきゃと思っていて、すっかりですね、タイミングを逃したっていうやつですね。うん。でこれどう見ても、これもですね、えっ、ー、と、まあ、なんかこうね、 あのー、こうゴルフのティーみたいなところにですねあってなんかこうねあのー、何とでも撮れるような絵が描いてありますけれどもまあこれ聖火でしょうねこの台の上にこう炎のようなものが見えてですねでここにまあ日の丸をつけた、えー、まあ、体操選手がこうやって体操してるわけですよ。なんで多分ね、えっと、聖火と日の丸を背負ってるまあこういうあのー まあ人たちが頑張っているスポーツのイラストということはですねまあおそらくこれはオリンピックの時に作られたものじゃないのかなっていうふうに思うわけですがあんまりちゃんと検証してませんまあ絵がそうなんでもそうだろうというふうに思っていますがこれね何年とかあとはまあオリンピックとか五輪とかそういうねあのキーワードみたいなのは一切書かれてないんですね。 なので、えーとーまあ、公式グッズだったのかっていうと、ちょっと多分違うと思うんだよね。まあ、今でもそうなんですけど、あのー、グッズを作る時に、あのー、5つのアカートもちろんですしあの、オリンピックって言葉とか、それからなんですかね、あのー、そういうあの特許202、まあ、今だと21とか、ああいうのもですね、 書いいいちゃいけななことになってるんですねあれ全部商標で抑えられていて、えー、と勝手に使うと怒られるんですよ。でちゃんとライセンスとして使用料を払って、えーまあ、要はそれが、まあ、オリンピックの協賛みたいな形で、えー、使ってると思うので各社そのオリンピックグッズを出してるところはみんなその、えー、とオリンピックの委員会みたいなところに、えーまあ、そのライセンスの使用料を払っているというのが、まあ、あ,のあれだと思うんですけど。 まあ中にはそういうのを、えっ、ー、とー、まあ、払ってはいないけどもっていう感じですよね。えー、まあ、言い方あれですけれども、あの、まあ、ね、せっかく盛り上がってるわけですから、まあ、そこに合わせて、何らかやりたいっていうところの企業があったりするわけですよね。まあ、今も多分あるんでしょうけれども、これもあの、ね、まあ、あの、タイでやってますけども、一応まあ、この日本の降臨はね、えー、もう今やってないので、まあ、時効ということで。 ねまあ、50年も前の話なんで時効ということであれですけれどもえっ、ー、とまあこれですねあの色鉛筆で、えー、おそらく成果がついていて、まあ、この運動選手がいてというところから考えるとおそらく、えー、とこの1964年の時の、えー、ものなんじゃないのかなって思います。 開けると中は普通の、あのー、まあここは、まあ、一般の他のものと、まあ、この外側の印刷だけ変えてるんでしょうね中は一緒だと思います白黄色大色桃色赤茶色黄緑っていうふうになってますという感じですねでこれがえっ、ー、とーまあ降のですねまあこんな感じですね降臨鉛筆あのこの三角のねマークが独特の この顔マークですよねあの割とあの年配の方との話を聞くとこの顔が怖かったって言って覚えてる人も結構多いと思うんですけどまああの光鉛筆っていうやつですね日本ではあのもうやめちゃってですね、えー、一部それを引き継いだ形で、えー、とタイで、えー、タイだったと思うんですねあの色鉛筆だけ、えー、今でも生産されているますね日本ではあんまり見ないですけどもねっていう感じで で、これがですね、えっと、ポリクローム鉛筆ということで、ここに名前が書かれていますね。っていう感じです。ちょっと不思議なのは、こっち側に頭がついてるんですけど、まぁ、あ、こんな感じになっていて、まあ、確かにこれでこっち側に文字が入っていて収まりはいいんですけれども、ペン先がこっち向いてるのもいいんですけど、これだとほら、あの鉛筆のロゴは逆向きですよね。 鉛筆のロゴはこっち向きは正解なんですよ。あの、手で持った時には、鉛筆をこう手で握った時にはこっち向きに、まあ右利きの人が持った時にはこっち向きになるから、大体いい鉛筆っていうのは、えっと、左頭でこんな風にしてロゴが入るんですけど、それをこうやって入れてしまうと、まああの、せっかく綺麗に並んでるのにロゴが反対向いちゃうんですよね。これひっくり返してもよかったのかなという気がしなくもないですけども、不思議な感じです。まあそれは置いといて。 ままあまあこんな感じでですね色鉛筆があったりしますということでまああのオリンピックの是非についてはまあ僕が語るところではないのであの全然それはあの他の人がやってくれればって思うんでえあんま突っ込まないところでいたいなとは思うんですけれどもまああのこういうイベントがあるとそういうので文房具とかも作られたりするんですねでまあ今回のあのオリンピックに関しても文房具は出ていて まあそれこそオリンピックの開催そのものがまあなくなるかもって思っていたのであの去年の段階でね思っていたので今去年のうちにですねえ目星というか普通にボールペンとかそういうのは買っといたんですけれどもねあのまああの測量野鳥的なやつとかねあのまあ各社それなりにえっとフィクションとかね出てたりしたんでそれは買っといたんですけれどもこれもあれですねまああのー もう全然ねあの、それこそあのお店の話だと全然その、ね、オリンピックが開催されるまではまあすごいあの否定的な意見も多かったりとかしていたので、えー、全然それがですね、まあ、売れなくて。 まあどうううしようかっていうね、あのーまあ、2020年のつもりで作っていたものでしかもまあ各メーカーはそれに合わせて作ってたんですけれどもそれが、まあ、イベントそのものが、えー、延期にもなってでそれからいろいろごちゃごちゃあってですね、えー、否定的な意見が多くて売れなかったところからですねでどうしようかっていう話のとこまでは普通にですね,、あのー、ね言ってたんですけれども。 なんかね蓋を開けてみたらあのー、実際に開催されると急に記念で欲しくなった人っていうのがいっぱいいるらしくてなんかすごい売れたらしいですねなんで店頭にあるやつが急にうあのー、売り切れたりとかしてるお店もあったりするみたいでまあ、人間っていうのは本当に元気なものだなというふうに <laughs> 思ったりしましたけれどもそれはそれで、えー、置いといてまあそんな感じでですね えー、こういうね大きな記念があると、えー、こういうアイテムが出てくるのでまあそれはそれで、えーとまあ、文房具の、えー、歴史としてはですね一部取っといてもいいのかなという感じでもう全部は買ってないですよあのむちゃくちゃいっぱい種類が出てるんであの全部買ってもしょうがないなと思ったので代表的なアイテムだけ、えー、とちょっと手に入れて置いておりますけどもということで。 まああのーね、次に日本で開催されることがあるのかっていうとまたちょっとどうなのかとは思いますけれども、まあ、少なくとも数十年はないだろうというふうには思いますけれどもまあそんな感じでですね、えー、過去を振り返るということでですね、あのー、こういうのはあのー、昔こんなことがあったよねっていう記録が文房具に残るっていうこともあるのでまあたまにこういうのも、えー、取っといてもいいのかなと思ったりしますと。 いうことですあんまりねでもあの何でしょうねあのまあ僕はだからその別に文房具としては新しくないわけですねものとしてはね。なんで、まあ、そんなにあれなんですけどやっぱこういうのはねあのこう集めすぎてもしょうがないのでということで、えー、気にはしておりますが、えー、ついついこういうものもちょこちょこ集めてまあ、見つけると買ってしまうっていうのもあったりしてえー、とうちの家にはですね、まあ、こんなものもアーカイブであったりします。 えー次は何の時にこんな話をするかなっていうとえー多分ですねえー大阪万博が盛り上がって大阪じゃない大阪でいいのかえーと万博が盛り上がってくるとえー今度はですね万博関係のものもですねなんだかんだ言いながらちょこちょこ持ってたりするんでそこら辺の話もまたしたいなと思いますということで。 まあ今回はですね、えっ、ー、と、この降臨の色鉛筆がですね、まあ、あるの分かってたんですけれども、えー、まあ本当に、えっ、ー、と、これ、このタイミングを逃すと、次いつ紹介するんだよっていう感じのアイテムだったりするので、えー、今のうちに見せとこうっていうことでですね、深夜便で紹介しました。以上です。はい。で、はい。<laughs> あともう一個がですね。まあね。あのー、オリンピックの話した後にどうかとは思うんですけれども、えー、ガチャガチャ、ブンブンのガチャガチャですね。今回は、えー、ザ・ペーパーっていうやつですね。はい。前後種。えー、っと、これ随分前に引いたやつなんで、もういつ引いたのか思い出せないんですけども、j ドリームっていう会社が作っています。ということで、大阪のメーカーですね。で、ガチャガチャなんですけれども、ザ・ペーパーっていうやつで、 えまあ要はトイレットペーパー型のえーまあなんかロール紙ですねロールメモですねっていう感じですねになっていますよということで,でトイレットペーパーの形のものがまメインなんですけど一応ティッシュの箱に入ってるやつもありますよということでティッシュ箱型がまあピンクと青っていうのがあってトイレットペーパーの形が実はこのえっとまあペーパーホルダーが付いてるタイプが 白とクリーム色があるんですよねこの白とクリーム色の2色があってあとはこのトイレットロールですねこれはあの替えのこれのねえっと替えのロール用紙なんですけれどもちゃんとこういうねトイレットペーパーの形になってこう包んであるんですよそのかわいいんですけれども。 ということで、こんな感じのセットになってます。えー、外したやつもあるので、実はこれ何個か予備があるわけですけども、こっちがいっぱい出ちゃったので、本当はやっぱりね、このトイレットペーパー型がやっぱりいいんですよね。えー、ということで、も、ま、う、あ、せっかくなので、今回は1個組み立てちゃおうかなと思います。ね、えー。まあ、置いといてもしょうがない系なので。で、これ両面テープがついてるのは、 これトイレットペーパーのホルダーなんで後ろにこれをつけてでこれでまあ壁面に固定しておけってことですよねまあいつでもこのえとメモが使えるようにということだと思うんですけどでこのえーとロールの芯が外れるようになってるのでここにえーペーパーをねセットするともう全くあのお家にあるトイレットペーパーのロールのえーあれと同じですね で、ここオープンって書いてあるので、一応外しますかね。これ大丈夫なのかな付箋じゃなかったと思うんですよ、これ。ロールの紙だと思うんですね。なんで、これを、もうだいぶシールも硬くなっちゃってますね。よいしょ。まあ、いいや。よいしょ。よいしょ。外して。ねこういうのも。 まあ、あの使わずに大事に取っておくのも大事だったりもするんですけれども、まあ、せっかくなので動画でお見せしたいということでシルシルシルってこれあのー、まあトイレットペーパーと違ってこれ上質紙でできてるのでもう今もうこれでほどけてきてますよねちょっとねふわふわってほどけてきてるのでこれちょっとあれですよねあのー、まあロールメモではあるんで,でこれでいるだけこうロールで取ってここで切れってことですよね できるとまああある意味でも案外便利かもしれないという感じはしますけれどもただこれやっぱりあの普通にあんま普及しないのはこれ止めといてあげないとどんどんこうやって緩んでいくんだよね。これはちょっとあんまり頂けないですよね。あのロールメモが出てくるやつのメモってあの。 えっとあれはカールさんだったかなカール事務機だったっけ多分だったと思うんですけどえっ、ー、とロール状のやつがついていて横にこうレバーがついていてカチャンってやるとこうちょっとずつ手前にあのえっ、ー、とロールメモと手前にあの何て言うかな台がついていてまあ必要な分だけテープが出てくるってやつがあるんですよなんかねこんなこんなこう,こういう形になっていて後ろにこう。 こううねロール紙がここわかかるかなこんな形になっていてでこういうここにねこうレバーみたいなのがついていてレバーをガッチャンって押すとここにですね紙がこう台のところに紙がこう通っていてここ上から直接かける、まあ、メモ台になってるんですよね。 あの出てててくるようになっていてでちょっとずつスクロールさせて書いていくことができるっていうメモ台があるんですけどこれはなかなかよくできてるんですけどこのカールのメモ台みたいなのがあってこういうのはまきがこのケースの中に入っているので勝手に広がってこないっていうのと必要な分だけしっかり出せるようになってるんでいいんですけどこういうフリーのタイプでロール紙をこうやって入れちゃうとですね えーまあ、まあこんな風に簡単に広がってしまうので、まあ、実用上はここが問題なんだろうなっていうふうには思いますね。でまああのー、実用の話をしても全く意味がないんですけどこれ自体はもう本当にパロディで、えー、トイレットペーパーっぽくしたかったっていうそ,もうそれだけの話だと思いますね。なんですけどもこんなものがあってここは壁にも一応ちゃんとつけられるようになってますということですね。なんですけどまあガチャガチャってさ やっぱりあのー、欲しいのはまあもちろんこれとあとこのまあこれは替えのやつで、まあ、これはこれでほんでまたよくできてるじゃないですかこのフィルムでちゃんと包んであってねよくあのえっとねあの会社とか公共の場所とかにあるトイレのトイレットペーパーとかこう紙で包んであるのが積み上がってたりとかしますよね。 なんであのお店とかそういうところのねトイレとかにはこう予備でこういうのが置いてあったりするんでまあこういうのもいろんな会社があるんでしょうけどもそんな感じのこのねなんかこの包みも可愛いんですけれどもこれかこれが欲しいわけですよ。なんだけどそれだけだともうだってあのガチャガチャのいいところはあのまあねあのお店側というかメーカー側からしてみたらガチャガチャのいいところはまあ当たり外れあるんだけど外れたらもう一回引いてくれるっていうところですよね。 なんで、まあ、あの、1個あたりの値段の問題ではなくて、何回も弾いてくれるっていうのが、まあ、良かったりするわけですから、まあ、外れ物も,も作んなきゃいけないわけですよね。外れを作るっていうのも、言い方あれですけれども、要はバリエーションを作っとかないといけないっていうのがあって、まあ、こんなものができるわけですけども、これは、あの、何、うん、んですかね、その、トイレットペーパーが、これがだから、パロディの元ととしては、これで完成してるんですけども、なぜか、この、あの、 えー、ボックスティッシュの形のものが、えー、あってですねこれが案外よく出るんですけれどもで、はい、開けると中にロール紙が入っていますでこっちはね巻きがちっちゃいんですよねこれわざわざこれ用に、えっと、違うあの小巻きタイプみたいなのを作ってるんですねでこれどうやって使うかっていうとここにも書いてありますけれども ねーケースの底をスライドさせて、えー、とロール紙を入れてから使ってくださいという風になってます。なんでこれもの広がらないように一応のり付けしてありますね。でこれをですね、ここから出して締めると締めてあげるとここからね、えー、ちょっといる分だけこう出して使えますよ。これはこうやって切るんでしょうね。こんな感じですね。になってます。 まあのまあ分からなくはないんですけど分からなくはないんですけどやっぱりこのロールだったらこっちだろうって感じがすごいしちゃいますよね。こっちあの折りたたんだ紙が順番に出てきたらそれはそれですげえって思うんですけどさすがにそれはないなっていうことで中にロールタイプが入ってるわけですけどまあロールかーって思っちゃったりしますよね。はいということでこれはこれなんかこううん。 あのちょっとなんかモヤモヤする感じのえものなのでやっぱこっちが出てほしいっていうタイプではありますね。ということでまああのこんなものをですねえでこれが全部揃いたいっていうのがあってこのねえクリーム色とあねこれもう何年も前の話なんですけどこれを引いたのは多分もう何年前だったかも覚えてないんですけどその時は。 でこういうのってやっぱそのなんでしょうねガチャに出会ったタイミングっていうのがあってその時のまあなんか星さ加減にもよると思うんですけどまあこれが1個出た時点でこれとまあこれが1個ぐらい出た時点でまああの終わりでいいなとは思うんですけど結構頑張っていっぱい出しちゃいましたねという感じだったりしますねなんでまあこんな風にいっぱいありますけれども一応 まあこのロールとかはね、えっとまあ、ロールの予備があるのはねいいですよねということで、まあ、ここはやっぱりこう、まあ、あれなんですけど、えー、今回ですね、あのティッシュペーパーの箱入りティッシュがですね、えー、まあピンク、青1個ずつあるんですけども、も青がまだ2個余っているので、えー、この青のティッシュに関してはですね、えー、ご希望の方、多分ね、みんなね、こっちが欲しいと思うんだよね。 なんであの全然この嬉しくないかもしれませんけどもボックスティッシュ欲しい方はですね、えーまあ、希望者がいなかったら送らないんですけどもあの希望者がいたら、えー、プレゼントしたいと思いますので。 あのまあコメントのところですねコメントフォームがありますのでそこからですね、えー、番組に対するご意見とかを書いといていただけたら、えー、その方にお送りするかなというふうに思いますよということで当選確率高そうやねという,ふう <laughs> 気がしますまあ当たってもしょうがないというのもありますまあね本当にまああの結構な頻度でえっ、ー、とまあその ガチャガチャものっていうのを紹介してると思うんですけども <laughs>、随分とね、た、えー、め込んでいるガチャガチャがいっぱいあるっていうことで、そんなこんなで、今回はえこのザ・ペーパーですね。ですね。j ドリームさんのザ・ペーパーですね。うん。ということで。えっと。 ロール、ロール紙の端に赤い線が入ってる場合が稀にございますと不良ではございませんので、これ、ロール紙の最後だったってことなのかななんかレジ、レジのシートみたいですね。不良ではございませんので、ご了承くださいって書いてありますね。なんでしょうね。検品とかでなんかついちゃうのかなうん。ということで。で、えー、接着した際、物理そ、物理的損害等を生じた場合、弊社では責任を負いかねますって書いてありますね。 壁にこれ貼ったけど、剥がしたら壁に引き、壁紙が剥がれたみたいな時にはですね、当社はえ責任を負わないよっていうふなことが書かれています。というところですね。はい。まあ,あ、そんな感じのえアイテムでしたということで、まあ、残っちゃってことなんですけれども、ただまあ、この、このたたずまいはなかなかいい感じにえきちんと収まってますよね。ということなんで。 ちょ,っとちょっと緩んじゃうのが気になりますがはいまああのやっぱりパロディ文具みたいなやつっていうのは、まあ、パロディはパロディとしてやっぱちゃんと使える形に収めてあるっていうのが、まあ、僕の中ではポイント高いなと思いますということなんで、まあ、こんなものもありましたという話でしたまああの <laughs> 何の役にも立たない状況ですいませんということで今日はこんな話でした以上です皆さんおやすみなさい